はいどうも、ルーゲーム TV へようこそ、ルーでございます。本日もびっくりマンワンダーコレクションワンコレやっていきたいと思います。はい、まあ、だいぶねシステム面ですね、戦闘の方はまだそんなに触ってないんで、シミュレーションの方はねどういう風にこうスキル回っていくのかとか、まあ、どういう風にっていうのはまだまだなところなんですけれども、まあリセマラ取っておくべきっていうことだったりとか、いろいろちょっと分かったことをね、まあ、ここでお伝えできるようにまとめさせていただきたいなと思います。で、これ、まずキャラとシールって分かれてるじゃないですか。これ、説明見てもちょっとチンプンパンカンプンだったんですけど、これ、シールとキャラって、所持が別で、最初なんか、チュートリアル終わると、ピョーン、UR、とか言って、ヤマト王子が、なんか手に入る演出あったと思うんですけど、それがシールが手に入るっていうことみたいですね。これがね、手に入ってやっと分かったんですよね。そのストーリーのハードクエストをやると、一体手に入るんですよ。手に入るやつがいるんですよ。で、これですね。これを手に入れて、このシールデッキを、まあ、編成するっていう感じですね。で、そのシールデッキを編成すると、まあ、このサポート効果がね、まあ、得られるという感じですね。サポート枠って感じですよね。ちょっと一回見た方がいいか。軽くね。まあ、見るだけで。まあ、こんな感じですね。これなんかブルースタックスでやるとね、こう、シールの画像が出ないんだよね。まあ、ちょっと、シールとキャラ、ごちゃごちゃになりやすいのでね。まあ、ちょっとここで一回整理しとこうというとこです。で、あとはま、シールを集めると、コレクターランクっていうのがあって、バフがかかったりするんでね。できるだけシールは集めておきたいですね。じゃあ本題に戻りますが、まあキャラの役割なんですけど、まあ一応ね、色属性がありまして、武器、この凸とか残とかもあるけど、ここら辺はね、まだあんまり大きくよく分かってないんですが、中衛とか、スーパージュラだったら中衛。あ、もうここに書いてあるか。縁縄女天だったら後衛。天使団ジャックだったら前衛。みたいなね。そういう感じで役割が分かれてて、まあ、完全にプリコネみたいな感じっすね。その場所から動かせないっていう感じですね。ヤマト王子を前衛にしたいとかっていうのはできないっていう。タンクの主な役割は、まあ、ヘイト集めですね。基本キャラ、一般キャラはヘイトを集めるのと、あとはまあ自己バフ、攻撃速度上げたり、ダメージ減少をつけたりとか、まあ、するのがまあメインですね。っていう、こういう天使ランジャックみたいな、ちょっと強キャラになると敵にこういうデバフをかけたりとかするようになったりしますね。まあ、あとはこういうダメージ吸収系も結構汎用スキルで持ってる感じですね。中衛はもう基本的にはバフとアタックですね。このヤマト王子は星3の中でも無料で手に入るので、まあ、かなり基本的な能力になってますね。で、あとはまあこういう行動間隔の短縮するとかそういうバフだったり かけたりしますね。あと、会心率上げたりとか、毒付与したりとか、まあそういうのもあったりしますね。デバフかける系です。あとは属性攻撃だね。緑属性攻撃とか。まあそういう感じ。で、後衛はもう基本的には回復ですね。ほとんどのやつが単体回復、プラス回復力アップっていう感じですね。で、ちょっと派生しているのがバフ。回復力アップ以外のバフ。会心率上げるとか、そういうバフがね、攻撃力を一時的に上げるとか。で、あとね、文言がちょっと分かりにくいのがあって、これ、パーティー内一体の一目を回復すると、パーティーの一目を回復するっていう風にあるんですけど、これってどういうことかっていうと、これはもうほんと単体一人。で、こっちは、これ全部で3パーティー組めるんですよ。で、そのうち、自分の所属してるパーティー1パーティーだけ回復しますよっていう、まあそういうスキルになってます。まあ、結構役に立ちますね。今、その後衛の中でもこう、復活っていうのを持ってるのが、今んとこ十字架天使だけで、まあ、これがね、どのぐらいすごいかっていうところが、まあ、今、一番多分議論されることになるんじゃないかな。まあ、他にもね、味方全体っていうのがあるんで、これ、縁縄女天の奥義でもないのに、味方全体。これはさっき言った通り3パーティーですね。3パーティー全部回復できるっていう、30% ね。これが通常のスキルで使えるっていう。奥義ではなく。奥義になると、継続回復とかっていう、リジェネ効果だったりとか、いう感じで、まあ、かなりね、強いやつは、こういう尖った回復力を持ってますね。星2の日よけ如来。これ、まあ、通常でパーティー。これも強いけどね、通常スキルで
パーティーのヒットポイントを回復するっていうの、ちょっとやばそうなやつができたら強めの回復してくれるとか、結構ねいいっすね、イオキニョライも。で、奥義は大体、ただ奥義って自動で打つほとんどの人やると思うから、そうすると回復を打ってくれんのかなっていう優先順位攻撃になんないかなっていう気がするんですけどね。まあちょっとそれはよくわかんないですけど、まあ僕はね、奥義、公営に関しては奥義はちょっと考えないでいこうかなっていうふうに思ってます。まあこっからが本題になります。はい、前衛中衛後衛で大当たりキャラっていう形でお話しします。で、大当たりはそれが出たら、例えば前衛の大当たりが出ただったら、中衛後衛が僕が言った時点キャラが1体ずつでも終わりでいいかなと。ぶっちゃけね、前衛中衛後衛1体ずつは全員取った方がいいです、今このお伝えするやつをね。その中でも究極の1体がスーパーゼウスです。これはもう究極の1体です。これが出たらもうすべて気にしないで始めていいです。これ全知全能の神なんで。このね、黄色属性なんだけど、まあ、全属性バフ持ちなんですよね。全属性余ダメージ上昇っていう、自分がリーダーの時、だからリーダースキルだよね、思ってて、奥義で非属性攻撃全体っていうのがあるんですけど、まあこれはね、他のヘッドたちと同じです。属性攻撃っていうだけです。それが全体攻撃だよっていう強力なね。でもスーパーゼウスのやばいところはリーダースキルが全属性対象ってことですね。まあそれぶっ壊れてるんで、まあこいつが出たらもう終わりです。ガッツポーズして終わりです。前衛ですね。今のはスーパーゼウスは中衛だけど、まあ、全てを無視して、あれ一体でいいです、ぶっちゃけ。他のは星2とか星1でも、最悪いいです。なんか取れないことを考えたら、また何回もやり直さなきゃいけないことを考えたら、スーパーゼウス一体で終わっていいと思います。前衛は、まあ、天使団ジャック一択ですね。まあ、鬼ヶ島もいいんですけど、鬼ヶ島っていうのがいるんですよ。この鬼ヶ島は、毒解除っていうスキルをね、唯一だと思うんだけど、持ってるんですよね。唯一じゃないかもしれない。ごめん。星3タンクでは唯一かな、今のところ。まあ、それは、が特色ではあるんだけど、でも、シンプルに、ヤマト王子が緑属性なんで、天使ランチャンクの緑属性、合わせる方が強いです。シンプルに。これですね。リーダースキル。緑属性キャラの火ダメを軽減する。ヤマト王子だったら、余ダメを上げる、みたいな。これができるんで、まあ、天使団ジャックが一強かなっていう。まあ、鬼ヶ島でも OK。まあ、最悪、星2のでもいいと思います。はい。まあ、前衛に関してはね、まあ、そこまで大きくこだわってはいないです。僕は中衛だと思ってるんで、おすすめは天使団ジャック。これ S ランクと思ってください、前衛の。まあ、鬼ヶ島が時点。まあ、こんなとこか。まあ、金太郎とかもいいかもしれないけど、青はね、ちょっと微妙なんだよな。だったら最初からいる、こいつでもいいかなと思っちゃうけどね。結構意外と防御力高かったりするんでね。まあ、そんな感じ。じゃあ次、中衛。中衛は、さっきスーパーゼウス言ったんですけど、スーパーゼウスじゃなければ、まあ、ジュラですかね。シソジュラ。スーパージュラですね。オリジナルキャラクターなんですけど、これはかなり強いかなっていう。まあ、赤属性キャラのヒットポイントと余ダメをアップするっていう。あとは、まあ、奥義が 675% の全体攻撃っていうね、わけわかんないダメージ量なんで、ヤマト王子とかのホヨロイズとか 120% 5回とかですから、自分でバフかけてできるから、星2とかのやつがね、できるのも当然いいんだけど、リーダーバフかけられるかって言ったら、星2だとかけられないんで、であとは、まあ、通常で すぐ会心倍率を赤属性のやつにつけたりとか、まあ、できるんで、結構いいかなっていうとこですね。赤属性は、まあ、桃太郎天使が、中衛で3体のうちの確定キャラの1体にいるんだけど、もしそれが手に入ってて、スーパージュラ持ってたとしたら、まあ、かなり楽に進むでしょうね。で、あとは、まあ、ブラックゼウス。ブラックゼウスが、これがね、味方全員の会心率を上げられるっていう。まあ、これがね、重要だなっていう。まあ、これもね、属性無視してできるんで。で、あと、奥義が、特別で、毒状態の敵がいると能力が上がるっていう、まあそういうね、トリガー式のがあって、まあそれも便利だなっていう。まあこういう、レビル G とか、これレビル沖縄だね。レビル沖縄とか、これだ、ここ掘れワンノスケ。こいつらが毒付与できるんで、まあこいつらがどういう毒付与した後に狙って撃てば
大ダメージみたいな、そういう感じですね。で、戦闘フェニックスと若いスーパーゼウスはちょっとまあ微妙かなっていう感じですね。それが出たら僕はとりあえず外れって思ってもいいんじゃないかなっていう気はしてます。なんでかっていうと、木属性と青属性はちょっとそんなにいいのがないんですよ。そもそも木属性ってスーパーゼウスが木属性なんで、木属性で、木属性多分ね、いないんだよね。星さんのアタッカー、星さんの中衛って多分残ってんのが、あと、牛若なんですよ。で、多分牛若って青なんじゃないかなって思ってるんですけど、青だけいないからね。青と黄色はちょっと微妙かなっていう風に思っちゃってますね。まあ、スーパージュラガーっていう話をする中の一つに、まあ、この縁縄如来がある、如天か、があるからです。同じ色縛りなのにっていう風に思うかもしれないけど、これ光栄で、僕が、まあ、一番おすすめしたい。まあ、スーパージュラをね、押してるから僕が。だから、縁縄如天かなっていう風に思ってるんですよね。でも、シンプルに使いやすいって言ったら、まあ、この3体だと思うんですよね。もうこの3体揃ったら終わりでもいい気がしてるんでね。だ僕はこの縁縄如天を押す理由が、まず汎用スキルで赤属性の回心率上げる。味方全体の回復する。で、単体回復する。で、奥義でさっきのリジェネ。で、これ、スーパージュラがいれば、スーパージュラの回心率は上げられて、まあ、それで回復もしてくれるっていうね、便利なヒーラーになるんで、そうするとね、まあ、タンクが赤とかだったらいいのかもしれないけど、いなそうだからな。うん、パッと見いないな。手持ちにはないな。19体ぐらいいるんですけどね、僕。まあ僕はね、スーパージュラと、エンナーニオテン、天使ランジャック、この3体の組み合わせは、まあ割と使いやすいんじゃないかなっていう。ヤマト王子とも、シナジー合うし。リーダースキル使い分ければいいわけで。でも、ここら辺のことを考えないで、一切考えないで、っていう風に考え、なると、十字架天使がいいとは思うんですけど、でもちょっとね、いまいちね、こう、後で取っとけばよかったってなる可能性があるスキルではあるんだけど、ちぐはぐな気がするんですよ。これ、守る、超守るスキルじゃないですか。だけど、ここに攻撃、耐久するのか、攻撃するのか、っていう風に、ちょっとまあ、ちぐはぐになってるっていうか、まあ、中途半端になってないかなっていう、まあ、そういうところはちょっと感じてしまうんですよね。で、回復も、ここの回復も普通だし、で、考えると、縁側如天が、守る側に寄っているので、これかな、パーティー回復とかだったらね、いいんだけど、1体しか回復できないんですよ。それで味方守れんのかいっていう、ちょっとそれが心配なんだよね。いや、でもいや、でも奥義があるんでっていう風になるとは思うんだけど、回復奥義を打つかなっていう、さっきの話ですけど。っていうところがあって、個人的には、十字架天使じゃなくて、縁縄如天の方が強いんじゃないかなっていう気はしてますけどね。そうするとスーパージュラと合わせて使いたいなって気持ちになっちゃうんですけどね。汎用性があるのはここかなっていう感じですね。なんかヘッドが出なくても、この3体さえいれば、なんとかなりそうって感じ。リーダースキルもこうやって使い回せばいいから。って感じですかね。というわけでね、まあちょっと散々ね、私の考察をお話ししてまいりましたが、皆さんはどう感じましたでしょうか。まあ結構ね、リセマラをどうするかっていう、のって、まあすごい悩むし、自分のプレイスタイルとかもあるじゃないですか。まあ、多少変わってくると思うんですけど、まあ、僕の中ではここはこうだろうっていうのは、まあ、お話できているかなっていうふうには思うんですけど、はい。まあ、基本的に、この、こいつ、みたいに並べてやるのが、僕はちょっと好きじゃないっていうか、なんか、面白みがないっていうか、だからなんでっていうのがないと、結局、それを、信じて使った人が、全然弱いじゃねえかよっていう風になるんですよ。だからそれって無駄だよねっていう。であれば、まあ、ある程度考え方だったりとか頭に入れて、やった方が、なんだろう、後悔は少なくて済むよねっていう。まあ、そういう感覚なんですよね。まあ、せっかく時間使うんだから、楽しんでやりましょうよっていうのが、まあ、僕のスタンスなんでね。はい。なので、ちょっとね、まあ、個人の感想を含めてね、まあ、話していきますが、まあ、これからもね、考察だったりとか、攻略だったりいろいろやっていきますんで、ぜひよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。